で頑張っている人を紹介する金谷物語 <music> JR 金谷駅から5 0ルほど東のところを起点としまして1 5 0ルほど東に続く旧東海道昔ながらの商店と家々が連なっているこの地区田町地,地区と呼ばれています 今日は島田市金谷多町地区にお住まいの村松八一郎さんにお会いしていますよろしくお願いしますあこんにちは村松さんこちら創業明治元年のお茶屋さんの5代目ということですねそうです昔はかなりも金谷現在もそうですけれども牧野原を主体にして金谷の一大茶生産地かなり大きな お茶の事業を町中でやってたような記録もございますから、ええええ、まあ私どものうちも同じようなことをやってたんじゃないかと思いますけどもねそのうちの一軒で今も皆さんにおいしいお茶を提供しているわけですね、ええええ、そうですねそんな村松さんなんですが実はお茶屋さんとは別にですね非常に絵画に造形が深いということを伺いましたがええまああの造形が深いでもないんですけども 子ああのー、子供の頃から絵は好きでしたので2000年に会社を退職してからですね本格的に、えー、取り組んできまして東京に出品したりあるいは県の方に出品したり公募、まあ、店を主体にして、うんえー、出品活動からから個展も何回かやってますけどもそういうことで、まあ、油彩画を主体にして、はいえー、絵をやってます。からあのー 最近はあの島田学習センターであの水彩画をですね、えー、15人ほど皆さんと一緒に楽しんで私は講師やってますけども、はいええ、講師やりながら皆さんと一緒に楽しんでやらせていただいております今八一郎さんの描かれている絵を少し見せていただいてるんですけれどもロープがこうずっと巻いてあるようなねまあ抽象画って言うんですか、ええ 大きなあのぼてんには、まあ、ロープを主体にした絵をですね、画ですけども、ずっと出してます5年ロープを描き続けてるんですか、ええ、そうですね、まだ,まだあの描くといっぱいあるんですけど、ええ、あの古典とかね、小さなあの展覧会にはロープ以外にね、いろいろもっと楽しい絵は描いてますけども、ええ、その描き分けてます。あ、 なるほど題材はそこかしこにあるということなんですね。ロープは一つの題材ですごく時を感じるといいますか一本の長いロープから深い時を感じるような気が私は今何もわからないんですがそんな気ががしますよく自画像を描く方がいますけども私もロープを描けばこれ自画像だと思っています。なるほど あの会社勤めをしていた時私は技術屋だもんですから、ええ、製品設計であるとか製品のデザイン絡みの設計もやってましたのである程度、ええ、アートの世界も、ええ、仕事の一つのところで覗きながらですね、はい、あの設計をしてきたと、まあ、いうこともありまして、まあ、楽しんでやってきました。あそれで 定年後に趣味没頭というか爆発でもね,っでねあのやっぱり定年になったからさ何かやろうっつってもねこれなかなかそこからスタートじゃねもう遅くなっちゃうんですよね何かできる頃になるともう体力的にもちょっとしんどい気力も衰えてくるっちうとやっぱり50前後ぐらいからねもう定年後を見据えて何かを始めないといけないと思いますね。 私も50歳の頃から、まあ、これは定年後は絵でも描こうかと思いまして、えーまあ、50歳の頃からちょっと本格的に習い始めました今、そして学習センターの皆さんもそうですけれども、楽しんでやってるというお話もありましたが、はい、非常にあの人と人とのつながりっていうのも広がったんじゃないですか。そうそうですね、会社勤めの時の時おお付付きき合合いいとまたた全然違ったお付き合い これはあのお付き合いの幅広がりますし大変楽しいことでこれからもますます人のつながりをですね深めて楽しんでいいいきたいなと思ってますはい、そんな村松さん静岡県美術家連盟の会員でいらっしゃるということなんですがそんな村松さんだからこそ今年8月末にお宝が飛び込んできたというとああ飛び込んでを 移転するとうことで、はいえー、倉庫にあった荷物を出したところがまあ今まであったのは気がつかなかったかもしれませんけども私も初めて見たんです、はいえー、とにかく、あのー、これは何だろうということで私のところへ持ち込まれまして座敷へ広げたけどもとにかく大きすぎちゃって、えー、庭にまではみ出してしまう長さが メーあるんですねで幅が、えー、2 m 3 0ンチもあるんですですからまあとにかく大きさに一つはびっくりしたということともう一つはその書いてあるこれ染めですけども絵がですね素晴らしいおめでたい絵が描いてあると、まあ、その素晴らしいおめでたい絵とからその幕の大きさと、まあ、その2点がとにかくもうそこで これはすごいぞと何かあるぞっていうことをピンときたわけですはいおめでたい絵が描かれた大きな大きな古い幕が見つかったということなんですねどんな絵が描かれていたのか教えていただけますかあは、ね、あの幕はこれ木綿でできてると思うんですが、はい、生地はあの茶色の生地にですねから赤い鯛大きな鯛ですよこ2メー2ル半ぐらいありますか鯛に恵比寿様が乗っかってますね その横には大黒様がいます。で、大黒様は小槌を振ってます。このタイの口から紐が出てまして。カラコが五人、えー。いましてね。そのタイを引っ張ってます。五人いる、うん、カラコの一人がですね。指揮をして。四人をこぶしているという。この幕の端から端まで、非常に躍動感のある。素晴らしい絵だと思います。はい、であの幕にはですね。 幕はまあ茶色なんですけども、ね、このその絵は赤いタイをはじめとして紺色黒黄色などの,あの色が使われていますその右端にですね「高貨2年9月吉日田町若者」というふうに染め抜かれてますけども、はい、高貨2年っていうのは163年前の江戸時代ですね、えー、多町若者っていうのはここ多町で その若者田町の若者の組織が何かあったのかも分かりませんけども、えー、若い人たちが作ったんだろうなということがこれ見て分かりますただ絵の誰がじゃこの死体を描いたかというのが、まあ、一つの謎でして、ええ、その謎解きに、えー、約一月かかってですね、はい、金谷に住んでいた長村千山彼はあの金谷の組頭職 今でいう町長ですね。町長さんまでやった非常に町民の信仰が高かった方だと思いますけども、はい、渡辺崋山の弟子の一人ということでこれはものすごいものが見つかったなということで、まあ、話題になったわけです。渡辺崋山というのはその時代、まあ、江戸末期ですよね、ええ、幕末の有名な文人画家ですよね。